庄司優子です。1分でできる部分痩せヨガをやっていきます。今回はお尻に効く猫のポーズからの片足上げです。それではまずは肩の下に手首が来ているかを確認して、足は腰幅に開いていきましょう。足先はちょこんと立てていきます。顔は正面に向けて、左の足を持ち上げていきましょう。この時にお尻がずれないように、骨盤とマットは平行にしていきます。鼻から吸って、鼻から吐いて、次の吐く息でゆっくりと足を下ろして、四つん這いに戻していきます。反対方向も同じように行っていきましょう。これは私のオリジナルポーズで、足を高く持ち上げることでさらにお尻が引き締まってきます。